さて続いてはサッカーです。七海監督のもと J1 復帰を目指すジュビロ磐田、今シーズンの新加入選手を発表し、いよいよチームが始動しました。また女子サッカーでは藤枝順心3年杉田ひな選手のなでしこリーグアイナック神戸入りが決まっています。昨シーズンはプレーオフで敗れ J1 復帰を果たせなかったジュビロ、会見では就任2年目を迎える七海浩監督が今シーズンへの意気込みを語りました。攻撃も守備も自分たちから仕掛けていくアクションサッカーで、チーム目標を達成して、また上のステージに殴り込みに行きたいなと。そしてゆくゆくは、やっぱり優勝争いするような、長い間、日本のサッカーの歴史に名を残せるようなチーム作りをしていきたいなと。今シーズン新たに加入したのは11人、エース前田をはじめ主力選手の移籍が相次ぐ中、フロンターレから加入した188センチの長身フォワード森島康人やブラジル出身のフォワードアダユトンなど攻撃陣を中心に補強。その中でも期待がかかるのが仙台から6年ぶりの復帰、中山雅史の背番号9を背負う太田義明、そして背番号7、5年ぶりに古巣に戻ってきた上田浩太です。自分が帰ってきてなんとかもう一度 J1 に昇格させて J リーグトップクラブになれるように、そこのところだけを目指して全力で戦うだけだと思います。個人としては誰よりも走る、そしてチームを勝利に結びつける、そこのところを目標にやっていきたいと思います。まあ、もちろん J1 復帰に向けてチーム一丸となってやるんですけど、まあ、僕個人としてはゴール前では点に絡むプレー、そして自分自身のゴール前では失点を防ぐような、そういう試合に直結するようなプレーをしたいなと思います。始動初日にはフィジカル中心のメニューで汗を流したサックスブルーの選手たち、今月29日から鹿児島でキャンプ入りし、悲願の J1 復帰を目指します。